晴らしいよ。さあ皆様、本日はですね、円周率とホワイトデーについてお話をしたいんですけれども、皆様、円周率はよくご存知ですよね。さあ、円周率というのはどんな数字でしょうか。はい、そうですね、皆さんご存知の通り、ちょっと読み上げますね。 3.14159265389793238462643386264335027950288。 細かすぎるんじゃ。こんなね、長い、数字はね、必要ないんです。この 3.14 ですね。3.14 と言いますと、やはりホワイトデーですよね。3月14日。さあ、皆様、ホワイトデーにはどんなものをプレゼントしますか？はい。そうですね。大体の方が、うまい棒とか、キャベツ太郎とか、ベビースターラーメンとかをプレゼントしますよね。皆さん、大体そうだと思います。でですね、ただそれはね、日本の、この社会だからですよね。ではですね、欧米諸国、このアメリカとかでは何をね、お返ししている、何をプレゼントしているかと言いますと、実は、パイなんですって。本当かなと思いながら、パイって言われてるんですよ。じゃあ、そのパイがなんでなのっていうと、3月14日、3.14 っていうのは、記号で表すと、パイになりますよね。それもありまして、パイを送ると。そしてですね、3.14 というのがですね、円周率の中でも長い数字が並んでいますけども、やっぱりこれが謎を解くことができないというか、解明できない天文学的な数字ということもありまして、これがやっぱりね、長く続くということで、こう恋愛とかね、そういう恋愛っていうのがですね、長く続きますようにという意味もありまして、この円周率の 3.14 のパイ。っていうのを送ると、こうね、いいですよって言われてます、ね。そしてですね、もう一つ、皆さんにご紹介したいのは何か。3月14日、314ですよね。それをちょっと数字で書いてみます。こちらです。はい、書いてみたものが、こちらになります。314なんですけれども、この314を後ろから見ると、どのようになるか、わかりますか？今度は後ろから見てもらうんですけども、このようになります。何かこれで文字が浮かび上がってきてませんか？はい。ちょっとめくりますよ。ペラン。はい。まあ、4の数字はね、ちょっと微妙に違うのは違うんですけれども、これが P、I、E ということで、π となっているんですよ。さあ、ということで、皆様、本日の動画はいかがだったでしょうか？グッドボンショール、バッドボンショール。まさか円周率とホワイトデーにこんな隠れた関係性があるとは思ってもみませんでしたよね。 3.14159265392639323238462643383279502885028細かすぎるんじゃ。